宗方です。今日は会社が来たので、まだチームはこっちのグループのチームになっていないんですけど、私は毎度 LTSI の話をすることになっていて、まあ、本人は少しアクティブところなんですけど、一応これはこれで皆さんにお伝えしないといけないので、まずそれをしますね。結構、それは非常に怖いですね。今日は会社の人ではありません。この資料は見てわかる通り、見えないか、今年の4月にアメリカであったコラボレーションサミットという会議で、説明したものですけども、基本的には毎回同じ資料を、若干修正しながら使っているので変化点だけ主に説明します。そうか、まず LTSI をご存知でない方はいらっしゃいますか。別に正直に手を挙げていただきますけど、皆さん分かってますか。ほとんどの方は分かっているということなので、前段を省略します。まあ、一応ここだけ説明しますので、最近はですね、関連の更新は大体75日になりました。昔80日と言ってたんですけども、なので、普通のカーネルバージョンは出題が2つの間、だから 75×250 日、5ヶ月間ぐらいですね、の間はコミュニティでセキュリティフィックス、バグフィックスは出てくれるけれども、そこから先はやる面倒見てもらえませんと。で、アメリカの国防省とかですね、実は Linux を使って、まあ、ミサイルを誘導してるかもしれませんけども、そういうミッションクリティカルなところを結構使っているので、ちゃんとセキュリティフィックスは出てねっていう話を実は言われていて、でそういう意味では、コミュニティは2つの世代に関してはバグフィックスをちゃんと当てるということをしています。で、それだとですね、そんなに新しい金を使ってない人もいるので、もっと面倒見てっていうのがあるので、LTS というのがあります。ロングタームステイルと言いますけども、これは、コミュニティで毎年、これはですね、過去はルールがちゃんとなかった、最近去年の投資ぐらいからルールを作って、年に1個選んで、それはもっと長く面倒見ようねと。で、長くというのは、出てから2年間は面倒見ようねと。で、車のお客さんにしてすぐ10年とか言われるので、それはそれでまた別の話ということですけども、コミュニティとしては一応2年間は面倒見ると。面倒見るというのは、セキュリティのフィックス、バグフィックスについて当てるとです。で、ここはポイントで、コンサバティブにやりましょう。で、よくですね、これもお客さんに行くと、2点、まあまあ、今言わなくないか、3点、例えば3点、4点、25から3点、4点、今度、うちは46って出したんですけども、その3桁目の番号も変えたくねえと。一生3点、4点、25で行きたいという方は結構いるんですけども、実はコミュニティの中の3桁目ですね、今で言う3点、4点、何々の部分ですけども、そこは、完全にこう新しいものに置き換えても大丈夫っていうことにしかしない。言い方を変えると、そこで新しいバグを埋め込んだり、新しい機能を追加したりはしないというのが基本的な考え方です。なので、まあ、自分の会社でも言ってるんですけども、3.4 点、ですね、今は LTSI の最新の 3.4.46 っていうのがつい最近出ましたが、その前は 3.4.25 でした。で、そこはだいぶバージョンが飛ぶんですけども、その間は、変えたくないという人がいまさにいますけども、基本的にそこは、変えた方が良くて、変えるべきだと思っています。で、そういうふうにいくと、まあ、これがまず基本ですね。で、これ皆さんご存知のグレッグ。で、グレッグは今回また日本に来ていましたけども、これは僕が言っても誰もみんな信用しないので、グレッグのメールいつも引用してますけども、3.0 はあと1年、まあ、ちなみにこのメールは去年の8月のメールですけども、3.0 はあと1年、3.4 は最低あと2年、でも 3.5 は 3.6 出たら終わりだよって書いていて、なのでこれを見せると、ああ、3.6 使っちゃダメだねと、3.4 の方がいいのねってのは皆さんわかるということですけども、なので、少なくともどれが LTS かっていうことは皆さん、まあ、ここにいらっしゃる方は大体いいと思うんですけども、会社に帰ったり、皆さんのお客さんにいただきましょうかしてもらう方がいいですね。でですね、問題は、今言ったコンサバティブに行くということですので、僕らがやりたいことは、例えばさっき中川さん説明していただきましたけど、我々例えばウィックリトルとかですね、最新のチップをいろいろやっていて、最新のチップというのは、ですね、これ例えばこれ 3.4 の例を言うとですね、3.4 は今年2013年に使っている LTS は 3.4 なんですけども、開発が始まったのは去年の3月、出たのは去年の5月。なので、特に1年以上経ってますので、今更新しいものは絶対に入らないんですね。だけど僕らがやりたいのは、新しい最先端のチップをそういうステーブルなカーネルで使いたいということですので、もうそれで LTSI を作ったという話です。なので、ポイントは、新しい機能をより新しいバージョンのカーネルからバックポートします。またはドライバーをバックポートします。でさらに、メインラインに入ってないんだけど、皆さんインハウスで使っている大事なバグフィックスとかいろんなコードがあるんだったら、それも入れてあげてもいいよっていうふうになっていると。でただしですね、グレープがやっていますので、このおじさんはコミュニティの LTS のメンテナーでもあり、
Linux Foundation の LTSI のメンテナーでもあるので、どちらかといえばどっちを取るのかコミュニティの顔を取るわけですね。なので、彼はわりかし何でも入れてあげるということになっています。で、今日ですね、皆さんにお話ししたかったのは、一つは、3.4 の LTSI ができましたよっていう話で、どうですかね、よくわかりますけど、ですね、まあ、ページのところ、この資料はアップしてあるので見ていただけばいいんですけど、つい最近の変化としては、あるみたいですね。開発経緯が出てない。3.4 の LTSI は、ですね、下から行きましょうか。出たのが今年の1月です。その開発はいつ始まったかというと、去年の、9月の30日というのに、3.4 がそのロングタームステーブルモードになったタイミングです。そういう意味で 3.6 が出たタイミングですね。3.6 が出た時から、だいたい80日間、マージウィンドウがありました。普通のアップストリームのカーネルは2週間ぐらいですから、そういうことずいぶん長いですよね。2ヶ月強ぐらいの間のパッチ取り組み期間を作っていて、そこの間にいろんな人がパッチを投げたと。でそれをテストして、約40日間テストをして、でそれで出たのが今年の1月と。で、これ、実はですね、2014年、来年に向けてもほぼ同じスケールで進むんですけども、去年は、LinuxCon Japan は6月だったのかな、ちょうど今頃だったんですけども、その時に、次の LTS は 3.4 だよっていう話を、そこで発表できました。で今回も同じように発表したかったんですけども、発表はできなかったんですね。なので今年次の LTS は何なの、 LTSI は何なのっていう皆さんから質問を受けるんですけども、この瞬間決まっていません。決まっていないんですが、もともと 3.0、3.4 ってきたので、多くの人は 3.8 だと思ったと。グレッグは 3.8 じゃないよっていう専門のみたいなブログを書いてじゃあ何なんだって話になるんですけども、でですね、もう 3.9 出たわけですよね。 3.9 に関しても LTS にすると彼は言っていなくて、僕はこの前彼のテンプレに連れてってどうするんだって話を聞いたんですけども、 3.9 もダメだと言っていました。なぜダメなのかよく分かりませんが、理由はいくつかあるんですけど、一つは 3.0 のメンテナンスがまだ終わってないからとか、そういうこともあります。でも同時にですね、3.11、10というのはおそらく5月、6月ぐらいに出てくるんでしょうかね。今もう RCX ですか、4とか。4ですね。なので、あと1ヶ月ぐらいに出てくると思うと、6月、7月ぐらいですかね、出てくるの。そうすると、3.0 もうすぐ出るんですけど、そこからまた、75日ということは、秋口になっちゃうので、そうすると遅すぎるよね、というふうに考えると、消去法的に考えて 3.10 ではないかというふうに考えるのは、まあ、皆さんが考えてもまあほぼ当たりじゃないかと。で、一応まあ、実はグレックと僕も話をしていて、次は 3.10 だよなって話は過去だいぶしているんですけども、まだリーネスが出してもいいや 3.10 俺が LTS にできるわけはないと思って、まあ、それもそうだねという話になってですね。なので、まだ言えていませんけど、よほど変なことにならない限り 3.10 が次になるでしょうと私は予言しておきます。で、例えばですね、さっき中川さんがいろいろ皆さんから質問を受けていたビッグリトルですけども、実はビッグリトルは 3.10 でもまだ全部入っていません。今日も皆さんもさっきお話されていた、その非対称能力プロセッサーのスケジューリングっていうのはまだ入っていないんですね。で、例えば非対称メモリーのマッピングというのはMUMAっていう技術があって、コストの違うメモリーをシステム全体に共同したけどどうなのっていう、そのコストの違うものをメモリーで使うことができるんですが、コストの違うプロセッサーを使うっていう技術はまだ入っていなくて、で、ですね、先週のリラックスコンの最後にジョナサン・コルベットが気になっていろいろ言ってましたけど、本当に問題になるのはあと2年先だった。要するにデータベースとかね、そういう人たちが使い始めた時に、非対称プロセッサーのクラスターで、そのマイグレーションのコストもどうなんだとか、そういう問題はこれから出てくるけど、とりあえず 3.10 にまだ入ってなくて、そろそろ11とか12で入り始めるよねっていう、そういう段階です。なので、まあ、予言ですけど、来年の春ぐらいには LTSI 3.10 が出て、その上でビッグリトルが使えるようにするつもりで進めますので、そんな感じです。というのがまず1ですね。まあ、僕はプレゼンションに書いてないので、僕も個人的に予言として聞いておいてください。それからもう一つは、さっきちょっと申し上げたですね、3.4.46 でも出ました。で、大体ですね、LTS はわりかしまめにバージョンがちょろちょろ上がっていて、3.4 って結構みんなが使ってる感じでもすでに47とかになっていってるんですけども、なぜ LTSI は24の次が30、46なのかというので、間が空きすぎだろうっていうのは僕も思ってるんですけども、グレッグに、お前日本にただで来ると思うんだよと、来るんだったらバージョンアップしてから来いと言ったらですね、分かったと、1年46が出たという経緯ですけども、実はですね、ちょっとお遊びで、スロープカウントみんなご存知、スロープカウントっていうのは、カーネルソースの中に入ってるソースラインオブコードからコストを計算するコマンドがついています。ですね、確か Linux カーネルは460億円だったっけなんか忘れましたけど、計算するとですね、そのプログラムの開発コストはいくらだよって出てくるんですけど、ちょっとお遊びで、3.4.46 と
3.4.25 のそれぞれ数学カウントで計算して差を取ってみたんですけど、約1000万円ぐらいで、1000万円はちょっと安いんじゃないのと思ってですね、少しこれ LTSI の柴田さんというのを議論したんですけども、例えばタイプを直すパッチでもですね、1個作るのに1時間ぐらいはかかるので、普通に考えるとバグフィックスのパッチの1個作ると、まあ、10時間とか20時間かかっているのはザラなので、それで計算し直すと約1億円ぐらいじゃないかと思っていてですね、何を言いたいかというと、3.4.24 から 3.4.46 に変えるだけで1億円分のおまけがついてくるよと。その間にもちろんですね、全部のフィックスが皆さんに直接関係するものじゃないかもしれないですけども、いろんなバッフィックスが入っているので、それは上げた方がいいですよねというので、 LTSI としてそういうことが、まあまあ、ただでという言い方もよくないかもしれないけど、そういうのが自動的についてきますという話です。なので、今日はまず一つはその話、新しいのが出ましたよと。で、僕らも自分の会社でも今一生懸命 3.4.24 から 3.4.46 に入れ替えている最中ですけれども、まあ、基本的にはそこはコンサバティブなので入れられる、変えられるはずです。でですね、ここから先ちょっと僕は少し際どい話をしますが、実はルネサスでは、僕らはですね、会社として LTSI をバンバン使わないで一生懸命宣伝しているので、お客さんに出す BSP は全部 LTSI 3.4 で今作っているんですね。その上に、実は 3.9 とかですね、3.8 とかから結構バックポートしてます。例えば CMA、 CMA はコンティギュアスメモリーアロケーターということで、要はですね、例えば 10ATP に対した端末で普段の 10ATP 使ってない時はバッファーを確保するのもったいないよねと、使ってない時はその領域を貸してあげるよっていう、そういう仕組みですけども、それがあると10ATP を普段使わない 10ATP みたいなメモリーを半分その中に取っちゃうっていうのがなくなるので、まあ、平均するとメモリーをたくさん効率よく使えるよねっていう技術です。でそういうものを 3.4 から貼り始めたんですけど、まともに揃ったのは 3.7 ぐらい。でそれは LTSI に入ってます。 3.4 に普通に入ってます。これは問題ないです。問題はですね、例えば DRI、ダイレクトエンタリングメカニズムっていうその FBDM の新しいやつですけど、 3.9 とか今現在でまだ開発を進めている最中です。でこれを実は持ってきて使ってます。これは実はかなりトリッキーで、ですね、ちゃんと動いてるんですよ。ちゃんと動いてるんですけど、テストをいっぱいすると実はいろんなものに使っています。で僕らはお客さんに LTSI 使ってって言って出してるので、そのじゃあ大丈夫なのかって話になるわけですね。でちょっと今日は僕会社の人じゃない分析されてますけど要はですね、 LTSI は LTS とは違って何でもできちゃうんですよ。結構嬉しいなことが。で皆さんと今日お話ししたいのは、その辺をこれからどう考えようかっていう話を2つ相談しましょう。まず1つはですね、ヨクトの話をします。ヨクトっていうのは聞いたことがあるかと思うんですけど、実はヨクトのページを見るとこんなこと書いてあって、ヨクトは LTSI と仲良くするよって書いています。ヨクトっていうのは実はほぼ 100% インテルがやってる活動でして、先日Linux Phone Japan でヨクトのブースが来たので、普段来るヨクトのお姉ちゃんたち来なかったので、俺面倒見てやるよって言ってたんですけども、結局、まあ、インテルの方が全部ウィンドリバーの方として面倒見ていたということで、でまあ、極めてそういう感じの活動なんですけども、実はですね、フリースケールとか TI とかも実はヨクト一生懸命使おうとしていて、ヨクトのから BSP が落とせるようになっています。で正確に言うとヨクトは BSP ではありません。ヨクトはですね、 BSP を作るための仕組みです。で BSP を作るとどういうことかというと、カーネルとかツールチェーンとかユーザーランドとかいろんなものをあちこちから持ってきてビルドすると、でそれをくっつけてイメージを作るというプロセスがあるわけですけども、そこを自動化するツールです。で肝になるのはレシピって言ってますけども、ヨクトのテキストファイル、僕ですねツリーコマンドで何十メガバイトになるのを初めて見ましたけどヨクトっていうのは、ですね、お客さんに来ると実は大変不評でビルドに時間がかかると。でそれはその意味では正しくて、最初にですねいろんなとこからソースを全部持ってくるんですね。ソースを配ることもできますけど、基本的にはソースをここから持ってきなさいっていうふうに書けるようになっていて、それはカーネルから持っていくとか、リナルから持っていくとか、いろんなことができるようになっていて、それを全部持ってきて、自分全部ビルドして、で、例えばライセンスも全部きちっと書いてあってですね、V3 を入れたくないオプションとか、いろいろ選べるようになってるんですけども、そういうのを全部作るツールがあります。で、実は今日お話しするのは、ヨクトと LTSI をくっつけて使いましょうというのを今回やりました。ですね、ヨクトは、さっき言ったレシピファイルというのがあります。ちょっとこれ、この資料もう、いちいちページを追ってないので、あとで興味があって見てくださいね。ヨクトのレシピというのはこんな感じのディレクトリになっていて、中にですね、これを読むと、Linux ヨクト 3.4 の DB append っていう、そういうファイルがあってですね、ですね、追加のパッケージをここで書けるようになっています。で、僕らが BSP をお客さんに配るときには、ですね、ヨクトの標準レシピプラス自分のカスタム拡張でここにですね、こんな風に追加をかけるようになっているんです。でこれどこから持ってくるかというと、
LTSI は、このパッチワークのサイトを用意しています。パッチワークというのは、LKMA とかのメーリングリストをスキャンしていて、その中でパッチが入っているメールだけを拾い出してタグをつける機能があるんですね。でここを見ると、メーリングリスト全部見なくても、パッチが入ったことだけ見られるようになっていて、かつその一個一個のパッチにはタグがついています。で、よくそのレシピの中でこのタグを書いてあげると、LTSI のメーリングにポストしただけで、それを自動的に拾えるようなネタが揃うわけです。言い方を変えると、マージされていないコードでも、ここから拾ってこれるよってことになります。なので、実はですね、今、我々が今、職員やってるのは、さっき言った、結構危険というかですね、アグレッシブな DRI とか、そういった先端の技術を、パッチを投げておいて、でそれを、よくとのレシピに書いて、持ってきてビルドするっていう仕組みを作りました。で実はですね、さっきグレッグが、3.4.25 の次46出したよっていう話をしましたけど、実はグレッグの作った46の中には、そういうやばいやつは入ってません。グレッグは、ああ見えて意外にコンサバティブで、バグフィックスだけしか拾わなかった。それは正しいと僕は思うんですよね。要するに LTSI で僕さっきからバージョンが新しいの使ってもいいよと言ってる以上、そこにあんまり危険なものを入れるべきじゃないので、グレッグが出したトリーには、バグフィックスしか入ってません。だけど僕らは、このヨクトレシピを使って、新しいものをどんどん使う。新しいものの中には、例えば新しいチップのサポートがあります。新しいチップのサポートで、3.9 で入ってるんだけど、3.2 にはなかったものは 3.9 から持ってきてる。それは比較的クリーンですよね。だけども、その DRI とかそういうカーネルコアにされるもの、もちろん早川さんもいますが、確かスキャット&ジャードの全然関係ないところでバグっていて、ですね、要するにパッチをいっぱい集めてくると、そのパッチをちゃんと持ってくれてるんで、ビルドはできるんだけど、変な依存性を引っ張ってきて、別のパッチを当てないとそのバグが取れないみたいなもの、要するにそういう影の依存性があるんです。でここで今日いらっしゃる皆さんそういうのを理解できると思うんですけども、例えばですね、僕会社に行って自慢してさっき1億円分ですよとか言ったでしょ。で、話は 3.4.25 から 3.4.46 の間に800個ぐらいパッチが当たってるんですよ。で、会社に行ったらですね、800個バグが入っていたのかって言って逆に驚かれたんですけども、そういうことで、まあ確かにそういう面もあるんだけども、いずれにしても、やっぱりカーネルをそのきちっとバリデーションするっていうのは非常に難しいことですよね。で、僕もよく会社でその商用 OS をやってる人から見て、Linux なんて今に危ねえだろうって人いっぱい聞くんで、それは、Yes or No です。確かにそういう面もあって、だけどみんなが叩いてるからだんだん良くなってる面もあります。でですね、ちょっとだけ一つだけまた問題発言をすると、今日のお客さんだと思わないでくださいね。エンタープライズの世界で、カーネルコミュニティのカーネルを使っている人はいません。エンタープライズの例えばレッドハットのああいうものは、アップストリームのカーネルを半年とか1年かけて徹底的に叩いてるんですよ。で、それで製品を作ってるんですね。例えば先日株が思いっきり上がったりして、あれはヒヤヒヤものだったわけですけども、あれって結局、某富士通のコンピューターとか一生懸命頑張って株を一生懸命理解したわけでしょ。で、カーネルって、やっぱりあれだけのトランザクションを処理するには相当叩いてるわけですよね。で、そういう意味でいくと、僕はアップストリームファーストは頑張れアップストリームとか常に言い続けて、よく取るし素晴らしいと言ってるわけですけども、これだけじゃダメなんですよ。で、僕は自分の立場上のお客さんの前ではよくこういうことは言いにくいんだけども、やっぱり誰かで叩かないといけないんですね。で、LTSA とかヨクトっていうのはとてもいい仕掛けで、少なくともどこに何があって、ちゃんとトラックできて公開コードがあるって素晴らしいことだと思うけども、その商用の Linux として、そのレッドハットがやってるようなね、その組み込みの Linux をちゃんと叩く仕掛けがまだないんです、正直言うと。昔は、ディストリビューションさんがいろいろ頑張って自分でやってますと言ってた時代もあって、みんなそういうんじゃ、最近は半導体の感じでこうやって使うとかいうことを言っていて、それをちょっと待ってくれみたいな話になってるわけですね。なので、今日皆さんと話をしたいもう一つの話は、どうやって LTSI をきちっとバリデーションするかという話を実は真面目に考え始めています。で、実はですね、今日もう一個だけ資料があって、何を喋りたいかというと、ですね、実は LTSI で先日ワークショップというのをやりました。でそこで何をお話をしたかというと、実は、ね、LTSI のテストをちゃんとやろうという話をしています。で実は例えば皆さんよくとじゃなかったリナロをご存知ですよね。でリナロはラバーというのがあってリナロオートメテントバリデーションアーキテクチャーとかかっこいい名前ついてますけど、やってるのはカーネルビルドなんですよ、基本的には。で、実は Linux の中には、ですね、Linux カーネルにはまずビルトインのテストっていうのはほとんどないじゃないですか。ただ皆さん、例えば LTP って言うんでしょ。LTP は基本的に POSIX のインターフェースを見ているだけだから、そういう意味で言うと POSIX のインターフェースのテストは、要するにカーネル上で動くユーザーアプリケーションがちゃんと動けることを試すには確かに意味があるんですけど、
ただまあ LTP もそういう意味でいろいろ問題があって、LTP 自身の爆弾取らないとかですね、いろんなことが起こるので、万全ではないですし、皆様が一番気にされるであろうドライバー、要するに、やっぱりカーネルの中で爆弾が起こる大事な理由はドライバーです。要するにカーネル空間に起こるってね。ドライバーを出したときにテストスイートってないんですよね、基本的にね。なので、どうやってテストをするのか、すごい見てる。これを開きたいんでしょうか。ですね、なんて言ったかな。あ、ここに開いてないですね。そうですね。あ、これは違うのかな。ですね、ちょっと待ってくださいね。一回外してね、要は何をやったかというと、テストをどうやってやろうっていう議論を真面目に始めました。で、実は、LTSI はなんか人数ばっかりじゃないかっていう、こう、影の声も結構聞こえてきたりするんですけども、いや、実はそんなことはなくて、いろんな人がいろんなことやってくれてるんですけどね、実はですね、今回のワークショップで話したのは、あれ、今もちょっと、リラックスの LC で今使えてないのに難しいんですけどね。こっちに出るけど、なんかだったらなぜ。ですね、このコジェントという会社は、C ワーキンググループでいろんな、なんだ、C ワーキングファンドプロジェクトでいろんな、非常に安いお金でいろんなのを研究してくださいとか、ね、過去いろいろ頼んでた会社で、今一緒に仕事してるところなんですけど、彼が言ってるのは、組み込み Linux の標準するテストがないよねと。で、例えば、オープンエンベルとかあるけど、それをまあ、ハードニングして、スマインダーのフィックスバグで、そこで誰かが職員に叩いて、車なりインダストリーのものを作ってるよねと。別に叩く仕掛けがなきゃいけないけど、そこをちゃんと作ろうねっていう話をしています。なんか本当かっこいいのかっこいいのは、リアクションですね。で、ですね、やり方は2つあるよと言ってて、ラン&シーと言ってるのは、とりあえず決まったものをテストしてんで、そこで見つかったものを直しましょうって。これはそれで意味があるんだけど、さっき言った LTP みたいに、既存のテストの仕組みを使ってテストしましょう。これはもちろんしないよりはした方がいいと思っていて、するんですけども、これだけでは足りないんじゃねえのと。要するに、組み込みに特化したテストシナリオが実はあまりないので、で、世の中にはですね、非常にいいエクザンプルがあって、Android の CD と CTS ですよね。で、Android は、そのアプリケーションがちゃんと動くのを保証するために、一応ちゃんとしたクライテリアを作って、テストシートも作ったと。で、それを意味では、つまり、Google はやっぱり賢くてですね、Google に持ってくときに、ドライバーを持ってくるのに次にテストコードを持ってこいって言うんですよ、彼ら。で、そういう意味では、わりかしその品質に対する気持ちが彼らはあってですね、製品作んなきゃいけないと思っている人たちですよね。で、そういう意味でいくと、もう一つのアプローチは、Define Create Run and Match ってなんかそういうのがいいですけど、要はですね、何をテストしたいのか決めて、それをみんなで協力してテストしようよという話です。で、実はですね、まあ、前回は英語で喋ったのでみんなシーンとしてたんでちょっと物足りなかったので、もう一回日本で会議をしたいんですが、今日も皆さんに聞きたい。要はですね、何をテストしてほしいのと。で、僕らは、半導体屋さんなので、どう使ってるか、どこが単独なのかは、実はあまりよく分かっていないんですよ。で、例えば先ほどのスナップショットブートでいろんな話がありましたけど、ああいうユースケースに依存した実際の負荷はどうなのかとかですね、そういうことをちゃんとシナリオ化して、そこってまあ、昔はですよ、そこは皆さん競争領域だとか言って、うちは素晴らしい秘伝のテストをしますみたいなこと言ってたけど、まあ、少なくとも標準的なところは、みんなに共通に作って、そのテストしてるよっていうのを一応、こう物を決定するときに基準にしたらいいんじゃないかと思っているんですね。で、彼が言ってるのは、こういうルールを作ろうよと。で、まあこれ CDD、CTS に相当するのを作ろうよといろいろ言っていて、で、みんなから、その、これまた上田さんと僕さんのトラウマになっているスペックってやつですけども、テストスペックをね、少なくとも定義したらどうなのと。で、それぞれみんなから、こういう項目をテストしろよとかいうのをまず言ってもらいたいと。で、それを半年ぐらいかけてきちっとスペックにして、で、さらにですよ、それを自動化する。で、例えばですね、ラバ、さっき僕リナのラバ大変かっこいいんですけども、まあ、これも僕言いたいことを影の声で言うと、ただ魂が入ってなくて、仕組みとしてはかっこいいんだけど、そのテストリグレッションしないと、それはまだきちんとできているようには僕には見えないし、よくとも同じです。よくとも、いろんなテストの仕組みがあって、BTS とかちゃんと立派にできてるんですけども、そこにどれだけ意味のあるテストケースが積み上げられていますかっていうことに関しては、まだまだなのかなという気もします。で、もちろんそれは、その商売でそういうことをやってる人たちのために残してあるんだっていう言い方もあるのかもしれないけど、世の中そんなに皆さん余裕があるわけじゃなくてですね、基本的なテストぐらいは共通にやった方がいいよねっていう私は思うし、
ディストリビューションの方もそういう方が最近多いです。なので、ちょっと今日皆さんに提案というかですね、ぜひ持って帰って考えてみてほしいんだけども、どういうテストを共通でやったら、少なくとももうちょっと安心なんだろうかと。で、実はですね、ルネサスは ATSI でさっきトリッキーだとか危険だとか散々言いましたけど、実は自分たちで一生懸命1000件以上のテストケースを作って、1週間ぐらいでテストします。でそうすると、やっぱり見つかるんですよ、そのコーナーケースみたいなやつが。だけども、それはまあ、かっこよく言えばその過去の蓄積でいろいろこう経験したものを積み上げてるんですけど、網羅性があるかどうかはまた微妙ですよね。それから、カーネルソースコードの中もスタティックテストとか、そう結構そういう解放漏れとかそういうの結構実は見つかるので、まだまだやることはいっぱいあるよねと思っています。例えば長時間で使うと、何年かしたらメモリが枯渇するみたいな問題はポテンシャル性持っていると思っています。なので、ちょっと皆さんに僕は最後に相談というかですね、は、その、組み込みリラックスのテストとしてどんなものを定義して何をやったらいいだろうねっていうのを実は皆さんと議論したくて、で一応 LTSI ワークショップとかいろんな場所がありますけど、こういうところでもぜひ結構なので、できればみんなで一緒にやりたいんですよね。で僕らは半導体として、まあ、どちらかというとそのなんていうんですか、僕らは自分のコードでテストできることに関しては一生懸命シナリオを書いてるんですけども、皆さんが使うときここがハマりどころだよみたいなところを逆に共有したくて、そういうことができるとね、少なくとも LTSI は一応仕組みは作った。その次のステップとして、こういうテストまではやってるよっていうところまでもう一度引き上げたいんですね。でそうすると、みんなですから、まあ100点じゃないにしても、ここまでは少なくとも見れてるよねっていう共通の図表ができるので、そういうところまで持ち込みたい。で、これ自分の会社だけやってもいいんですけど、それだとなんか広がらないし、ノウハウも共有できないので、できればここを皆さんと一緒にやりたいなと思っています。で、ちょっとこれLinux の中のですね、今回のセルフ、Linux Foundation の CE ワーキンググループの中の、僕は予算の申請をしようと思って、まあ、これから相談なんですけど、何百万回ちょうだいって話を、予算申請を出そうと思ってるんですけど、その目標は、みんなから意見を集めて、それを整理して、スペック化して、オートメーション化するってところまで、半年から1年でやりたいなと思っています。なので、皆さんがもしその辺に、ご意見というか、こんなこと入れてほしいとか、こんなのやっていいんじゃないかとか、意見があれば、今日ここでもいいですし、ぜひちょっとそういうのを共有したいなと思っていて、メインは、UTSI のワークショップというのをまた6月に日本でやろうと思っています。でそういうところでみんな、別にメールでも何でもいいんですけど、そういうインプットしてもらえれば、それを作って、そういう、こんなの作ってみたらどうっていうのを何回か回してですね、スペックにしてあげていきたいなというふうに思っているので、ちょっとぜひ皆さんからアイディアをください。今この場で何かありましたら、ディスカッションしませんか。共通のっていうのはやっぱ難しいなというふうにはちょっと感じました。例えば、本当に組み込みリラックス共通っていうとどうなんでしょう。例えばメモリが限られた環境でテストしなきゃいけないと、まあよくあるところかなと思います。まあ、うちはNAS作ってるものなんですけど、はい、メモリやっぱ安く作ったら少ないので、その環境だと、ファイルシステムとかにファイルいっぱい書き込んだりすると、クラッシュしちゃったりとか、っていうのは、まだまだ3点系の金使ってても、まだそういうのが実は潜在的に持ってたり、ただ、でも、それはうちはNASだから、そうストレージでっていう環境でもあるけど、でも他ってあんまり使わないよなとか言うと思ったり、そこはちょっと難しい。確かに、カーネルのパラメータってものすごい無限の組み合わせができちゃうので、そうですね。まあ、プロファイルを作らなきゃいけないですね、きっとね。まあ、理想論としては、そういう、うちはここの部分を頑張って、他の人は他のところで、多分ここをいっぱい見なきゃいけないみたいなのがあるんで、そういうのが寄せ集まると、最強のその LTSI が管理ができる。でもそれが一番理想像なんで、そんなこと気にしないで、ガンガン共有していこうよっていうのが多分、理想論なんだけど、なかなかその会社としてのモチベーションにはなりにくいのかなっていうのがちょっと今話聞いてて、そうですね、困ったなっていうところです。確かにその通りで、そういうのティンバードですね、ついさっきまでカメラとかでメモリー 512KB とかも言ってたの、今スマホに映ったんで俺に2があるとか全然言われてましたけど、リスクって改善されたりするんです、ね、確かにそうですね。今朝も随分強気なこと言ってたんだけど、もうメモリーサイズ気にしないって言ったら、メモリーサイズは気にしないただおっしゃることはその通りですね。だけどプロファイルを作って、その要するにローメモリのシステムとか、その高速なシステムとか、リアルタイムシステムをいくつ作ってもいいのかもしれないですよね。福田さんの思いで言うんですけど、僕も似たようなことをちょっと思っていて、
今製品で Linux を作るところっていうのは、作るところっていうのはかなりみんな使い方がこなれてきていて、例えば製品をこの製品を作るためには新しい Linux を使うためにここのところが肝だからこのところはちゃんとチェックしようっていうようなノウハウを結構みんな貯めてきちゃっていると思うんですよ。でそこのノウハウがあるもんだから結構荒削りな Linux でもそれなりのテストができて、できてしまっている。でそれがそれほどコストをかからずにできるようなノウハウを貯めちゃってるっていうケースがあるような気がする。で、そういうでもその一方でそんなノウハウいつか崩れた時にどうするのよっていう話があるとかいろいろあるんで、素直に僕はこれがもんだからどうだこうだ特にあえて言うけれど LTSI でやろうと思っているようなこのようなテストっていうのは意味がないなんていう意見は全くないんだけれど、だけれど同じで実質村上さんの昔の言い方で言えば赤のエンジニアの人、つまり実際に製品系の開発をやってる人にとってのモチベーションをどうつけるのかっていうのは結構チャレンジングなところがありそうだなと思います。確かに自分の守備範囲が決まっていてそこに特化すると非常にこう、まあ、トヨタテストができちゃうんですね。そう、はい、確かにそうですね。で昔の Linux はそんなことどころじゃなくてとんでもないところからとんでもないバージョンが入ってきて偉いところだったというようなことも結構あったけれども、最近のもう3点台になってからの Linux っていうのは 2.6 が終わって 2.6.35 だとかそこら辺の後、つまり LTSI がターゲットにしているようなあたりになると組み込み点っていうところでもそれほどびっくり展開があるっていうのはあんまりないような気がするんですよ。で村上さんが言ってることを否定してるって思われたらすごい心配なんだけれど、その一方でそれがたまたま今そういうような状態になっているだけであって、これから先リナックスのコミュニティのこのダイナミズムを見てると、例えばビッグビートルの話もそうだな、何が起きてくるか分からないと思う。そうですね、だから僕の心の中に青の人と赤の人、つまりコミュニティベースでいろいろやって先端的な開発をするって人と製品ベースでいろいろこう現場の開発をやってるって人の気持ちが知事に見られて悩んじゃうな、これが。一つの例だけ紹介しておくとね、レッドハットはですね、例えば、まあ、どことは言いませんが、組み込み機のディストリビューションはこのパッチバグにうちの PSP だけ当てといてねっていうのが入ってやるじゃないですか。でレッドハットはそれを許さなかったんですね。バグフィックスは全部メインラインに経由で入れてもらってちょうだいというふうにして、かつサーバーベンダーから人を派遣させてみんなが送り込んでみんなでそれを作った。でそういうふうにして LTSI ってまだみんなで作るところに行ってないんですよね。要するにやりたい人がコードを送って作ってるから、そういう意味ではまだ半分なんですね。なので本当はみんなが集まって一つのものを作る場所を作ってそれでやっていくみたいなことをして、で実はこの僕の予告編で僕のオートモティブのやつを喋るってちょこっと書いたから何の見えの喋るんだとか言いますけど、これ先日のオートモティブで喋った資料、これ見えますかね、僕はこれ勝手に書いたんで何の根拠もないっていうのは、ちょっとだけ嘘で、赤い線は過去のなんか本から引っ張ったんですけど、赤の線は横軸が時間です、縦軸がマチュリティ、その成熟度です。で赤はレガシーで、最初はみんな仕様書書いたりしてるからコード出てこなくて、一旦コード出てくるとガーッて集まってきてくっつけるとインテグレーションしてバグってみんなで叩いて直して回っていくっていう、こういうトラパターンだよねと。それに対してですね、オープンソースで作るとデモはすぐできるんですよね。そう僕ら半導体なのですぐデモ動いてますよねって言うと、よくわかんないお客さんそれで間違えてもう動いてると思うけど、それが大間違いで、そこからなかなか収束しないと。でなぜ収束しないかというと、やっぱりですね、正直その今の Linux カーネルの中のスケジューラーとかメモリ管理なんて追い切れないですよ、はっきり言って。全部分かってなんかいないですね。なのでそこにはまっちゃうとなかなか抜け出せなくなるので、そういう意味では今日ここに集まっている皆さんのような知識を持った人がいないと物を仕上がらないんですけど、そこの、まあ、仕上げるところをなんかもうちょっとちゃんとしたいよねっていう思いです。なの で僕実はこのオートモティブされたのはこれまさに展開の話申し訳ないけど、半導体ですね、僕これあえて喋った感じでそのページで読もうですね、考えたんですけど、まあ、この下に書いたのを読みますと、As upstream card is not fully validated って、It's not ready for production って書いてあるんですね。別に、僕はずっと一貫してアップストリーム大事だとかいろんな話をしてるんだけど、やっぱりテストは必要だよって、で、ハードニング必要だよって、で実は僕が言ってるわけじゃないですね。
アンドリー・モートも昔5年ぐらい前に言ってました。要するにコミュニティと一緒にやるべきだって、アップスイングすべきだと。だけど製品でバグったらそれはあなたのせいなんだよって彼ははっきり言ってましたね。なのでどうやってそこのバリデーションをハードリングするかっていうのはすごい課題 で、そういう意味では僕はここで言ったのはですね、ディストリビューションを作ろうよっていう話をしましたが、もしね、ディストリビューションがないと、やっぱりこう特に僕らのカーネルばっかりの話をしてますけど、皆さんがハマるのはもちろんかというとライバリとかユーザー空間の話で、そこの例えばバージョンが合わないとかいろんなことすぐ起こるので、そこをちゃんと見る人はいるし、あとグニューコミュニティもですね、例えばコンパイラーの人とリンカーの人とか、まあそれ小林さんご指摘でですね、 GDBC、GDB 全部違う人たちなんですよ。でそこの整合性取れないことがいっぱいあるので、やっぱり一箇所に集めてちゃんと整理するってすごい大事な仕事なんだけど、それがまあ例えば上田さんみたいな会社の中でそういうことをやれているチームはきっとそれぞれあるんだと思うんですけども、その一部を集めてみんなでディストリを作ろうねとかテストファシリティを作ろうねっていう思いがあってですね、まずは第一歩としてとりあえずこのぐらいテストしてねってみんなテスト収集を持ってきてくれたら、それをまずくっつけてやってみようかとかいうのを少しトライしたいなとちょっと思っているよっていうのが今日の僕の話です。ロボットの場合っていうかエンタープライズ系 のユーザーの場合っていうのは Linux のかなり後半の部分を読むようにしたっていう、それに対してもしかしたら踏み込み系っていうのは結構限定的な部分をリラックスの利用っていうところにとどまっていて、あるが家にテストなんかも今までできてしまっていたのかもしれない。それから、でもその一方で Android であるとか ロボっていうのはどういう要望かというと、リラックスを非常に広範に使う、しかもメモリサイズなんかもどんどんでかくなり、いろんなリッチなことができるようになるっていうことになっていて、状況が変わってきているかもしれないです。そうですね。踏み込みになくてメモリー1ギガ2ギガ積むのってなかったでしょ。確かに。VMware 51でなんで必要なのって質問を受けるんですけど、もともとランニング空間と物理空間別々に定義したとかそういう話ずっとあって、かなり状況は変わっているような気がします。で最近 ADAS とか言ってですね、リアカメラの画像を100枚撮ってきたらいろいろ言われると、実はですね、物理のみじゃ論理空間足んないんですよ。なので、もうそろそろ64ビットいかないと回んないなとかそういうのは冗談抜きになってきてる感じもあるので、実は一昔前のエンタープライズと全く変わらないぐらいのことが起こっているのはありますよね。なのでちょっとですね、そういう意味では簡単に変えるのは承知のようなんですけど、これは僕はしつこくこれからここで話をすることにするので、みんなでテストケースを持ち寄って何かやろうと思ってて、で、まあ、僕は自分でやるんでまた僕ばっかりになっちゃうといけないんで、何人かちょっと中身に引きずり込んで、とりあえず少しテストケース、こんなこともいるよねっていうのを出してもらって、それを少しテストする。で、まあ、そういう意味ではどのボードでテストするのかとかいろんな話も出てきちゃうんですけども、なんかそういう意味ではなんかいろいろしていきたいなと思っていますので、ちょっと時間的にも大体30分で、ね、でもこの話っていうのはおそらく特に製品開発の現場に近い人っていう、つまりユーザー、この世界でユーザーですね、 Linux のユーザーのコメントっていうのはすごく聞いてくる話だと思いますので、ここはぜひちょっと長さは半導体の人ですけど、半導体 のそういう基盤的技術を提供する側というよりも、実際にそれを提供されたものを使ってソリューションを出している視点から、こういうようなテストが必要なんだ、またはこういうようなリクエアメントがあるんだという話がものすごく大きな意味を持ってくると思います。で、C ワークグループの一番大きな意味というのは、そういうユーザー系の企業と、あとこういうようなリソースプロバイダー系の企業というの、そういう人たちが一緒にいるところなんで、ここはぜひユーザー系の方から、宗像さんであるとか、そういう大元の方をいろいろ提供してくれる人に対しての、また LTSI のプロジェクトに対してのコメントをきちんと出すタイミングだと思いますので、ぜひいろいろこう積極的に発言していただければと思います。あ、お願いです、これは。はい、音楽の DBT とかってあるじゃないですか、はい、おかしくないんですけど、ああいうのは結構ボードとかに依存したようなところだとしてもね、組み込みって皆さんよく分かってるんですけど、 PC との違いはハードがみんな違うってことですよね。どうしてもテストケースがボードに依存してしまうのはしょうがない部分があります。今の話は共通のところを、実はさっき全部説明してもらったあの資料の中の、まずボードをどれにしてどのチップを選ぶべきかとかいう話が実はあります。先ほどアンドロイドの話もあったんですけど、アンドロイドの CTS って共通なところのテストだと思うんですけど、私全然アンドロイドの開発とか関わってないんで、
実情知らないですけど、ただ聞いてる話だと結局 CTS だと見つからないようなところでいろいろ問題があって、それ各社は個別にやってるポイントと、結局じゃあどこをこう やるのが価値は、僕の印象は必要条件、十分条件は満たせないんですけど、最低限ここまでやってるからそこまでは行くよねっていう話だと思っています。で、どうしても最後は製品ごとにいろんなこと見なくちゃいけないのは絶対残るので、だけど最低限この共通部分は見といた方がいいよねっていう話だと。でもそれも何よりずっといいですよね、きっとね。現状は MVP っていうのはあるけれど、はい、それとその、全然もう、ボード依存のバラバラなところの間に、Android の CTS というものが、そうですね、LTP は、まあ、小林さんとも詳しいんだけど、GLibC のテストね、基本的にはね、LibC のテストですよね、ほとんどが、カーネルコードで、ドライバーはほとんど見ていないので、で、CTS は曲がりにもドライバーのテストが入っているので、まあ、そういう意味では画期的なんだと思うんですけど、で、まあ、アンドロイドはその前に CDD ってですね、でハードがこうあるべきだっていうのが定義されているので、まだそれが書ける。だけど、本当の組み込みはもうちょっとバラバラ、いろいろあるんですけど、まあ、そうですね。チップ屋さんが出すレファレンスコードも一応それに基準にするというのは一つのことで、LTSI も基本的にはチップ屋さんがリードする活動だと思ってるんですけども、もう少しユーザーの実態に合わないと、言うしてもしょうがないねっていう思いはあります。すいません。はい、環境、私、製品開発で、車の率直な意見を言うと、やっぱ、さっきのプロファイルの話じゃないですけど、ある程度、その各社、色は出すからですし、プロファイルを一緒にした環境で、そういうのを議論をまずしないと、で、さっき の環境っていうのはソフトもそうだし、ハードもそうだと思いますね。で、Android はやっぱり、こうしかダメで、インプラ完璧に決めとるから、できるんだって、そういうふうにこう、ハードも、例えば、まあ、本社だけではできないかもしれないですけど、そういうのを、ある程度、安価で提供してもらって、で、こういうテストをしましょうっていう活動ができないと、なかなか、ボードの値段も各社違うし、例えばそれが簡単に手に入らなかったら、オープンでやろうっていう活動にならないと思うんですよね。で、例えば、あるボードに分数乗っけて、分数のバージョン別で、アプリに関して出してくださいとかだとできるかもしれないんですけど、環境があまりにも違うと、やっぱり各社、まあ、思いが、ね、集中するところにならないんじゃないかなというのが、私の意見です。そうですね。非公式発言ですけど、そういうのに欲しくてボードを作ろうと思ってます。10万円ぐらいのボードでみんなに配れるのを作って、その上で少なくとも標準テスト計算が動くような状態を作りたいなと思ってるんで、まあ、それはそれでやらず、まあ僕が自分でやってリネスだけになってもまずいなと思うんですよね。他の人の声も聞かない、ちょっと何でしょうか。多分サーベルのコアの機能、例えばアーム、まあアームでもいいと思うんですけども、関係ないコードもあるんですが、まずカーネルコアで CPU の関係ないスケジューラー部分とか、そういうのがあります、はい、で、メモリー管理周りでも、まあ、CPU に依存するところでしないところがあって、でそういったものは、まあ、こういうふうに動くべきだよね、ある意味 POSIX レベルで、例えば POSIX で規定されているシステムコードはその通りに置かなきゃいけないよねっていうところは誰も喧嘩せずに、思いが一致してなんかやっていけるような気がするんですけども、例えばそのデバトラーの世界に入ってくると、先ほど CTS とか CDD とかって出てきて、皆さん気がついてるように CDD はあれはある意味基本的にはコンプライアンスなんだよね、要は上はこういうことを期待してるから下はお前らはこういうふうに動けよっていう、でそれに沿ってちゃんと実装されていることをただ確認するだけであって、長田さんのおっしゃるように必要条件ではないわけで、でじゃあこの世界でそういう要件、こうドライバーを動くべきだということを決めちゃえるのかどうか、例えばでもドライバーに関して言うと、そこがなんかやっぱりどっかで決めなきゃいけないんでしょうというのをテストをつけるためには、それでもすごい本質的な議論ですね、これね。だから多分そういう意味ではアンドロイドは、まあ、一つの選択肢であると思いますし、ジェネリーも一つの選択肢だと思いますし、タイゼンも選択肢なのかもしれないですけども、何かしらのその共通で使える上の、まあ、上のお客さんというか関連のお客さんが決まらない限りは、下はなかなか足並みが揃いにくいですよね。
今の話は逆の言い方で言えて、きっと Android であるとか Mini であるとか Python であるとかっていうのをやろうとするんだったら、そういうところもちゃんとデファインしていかないといけないっていう、そういう言い方で。デファインされていると僕は思ってます。逆に言うとデファイン、要は Android は Android で春はこうあるべきだって言ってるので、で春とカーネル、そのハードウェアの間をどう埋めるかっていうのはベンダースペシフィックで、そのドライバー、デバイスドライバーの世界と春の世界をどう切り分けるか、それはもう各ベンダーが勝手に埋めればいいところだと思います。実際決まってると思うんですね。それを標準的にやって、なるべくカーネル標準に沿ってやって、要は Android 専用のスキンじゃなくて他のプラットフォームでもっていうか、まあ、他の、 あの要はフレームワークでも使えるようにしているところと、そうじゃなくても Android ガチガチ、もう Android 動きゃいいやぐらいの勢いでやるところもあると思うんですけど、そこは思い次第ですね。逆にやっぱりそういうレベルのものが決まっていってあげると、まあ、何かしら自動的に決まっていく。まあ、Android はちょっと若干なんかレイヤーが、決めてるレイヤーが高すぎるので難しいとかじゃなくてあるかもしれないですけど、あまりにもあのデータの移行が反映されているところもあるので、うん、この部分まで共通化したくないからこの辺でお茶にもしてるっていうのも結構 Android は要所要所にデザインで見られるので、うん、ちょっとね、じゃあ僕自分の宿題でなんかまた考えてみますって多分その今のこういうプロファイル欲しいよねってちょっとまず作ってみて、代表的なメモリーサイズとかビヘビアを決めて、その辺に対してこんなテストがあったらいいよねってちょっと考えてみます。あのメモリーカード系とかは結構テストできるんですけど、そうですね、ちょっとコネクティビティの話がいろいろ出てくると意外にテストの仕方が難しいかなってちょっとそういうふうに思ってます。ということで一応そろそろ終わりにしようかなと思いますね。もう終わりですね。ということで、あの引き続きの人にいろいろ聞きますのでよろしくお願いします。あの本当にこの テーマというのは大切なテーマだと思います。あの特に、繰り返しですけれど、あの実際に製品に近いところでの開発をやられている方から の、 あのコメントというのは一番強力なコメントになると思いますので、あのぜひあのいろいろこう、検討していただければと思います。村木さん、どうもありがとうございました。